はい、1970年版明日の女王を拝見しました、まあ、全体的な感想としてはね、これ原作漫画を読んでない人がこの映画をいきなり見ると何が何やらわからないというね、むちゃくちゃな展開であり、漫画で描かれていた伏線を映画だけで回収みたいな感じでね、要するに映画の中には伏線がなくて回収だけしてるとか、伏線を撒いたんだけど回収してないとかっていう風な形で、まあ映画単体で見たらしっちゃかめっちゃかですね、に加えて撮影技術もやっぱ当時のものはきつかったと思います。カメラもね巨大だったし、何台もつけるわけにいかないじゃないですか。でフィルムですからね、撮影ミスも多かったと思いますし、撮影環境とか撮影時間もかなり限られていたんではないかなというふうに思います。今だとねスマホとかハンディでものすごく高性能の画像が撮れたりしますんで、スタッフ人数も少なくて済むんだと思いますけども、当時は大人数でやったと思いますしね、 NG も多かったんじゃないかなと思います。それから撮影アングルにも限界があったのかなっていうところを、まあ、感じさせるところもしばしばありましたし、まあ効果音もね、非常に当時のテクノロジーから考えると仕方ないんですけども陳腐で、それから BGM もなんだかすごく無理なところが多かったかなと思います。ストーリー作りもお話したように、とてもこれ映画としてね、よくこれ金出して見に行ったなというレベルなんですけども、ただ当時はねこれが娯楽のスタンダードであって、映画っていうだけでね人は歓喜して見に行ったと思うんですよ。まあなんせ娯楽も少なかったですしね、それから莫大な予算をかけれるほどにまだ撮影業界に、まあ、お金がストックされてない、まあ、いわゆるねその新しい流派だったんじゃないかな。今で言うとそうですね、 YouTube が出てき始めたぞみたいな、そんななんだこれはみたいなね、2005年ぐらいの環境だったんじゃないかなと思うんですよ。まあでも全体通してみると今の YouTuber とかね、中学生高校生でも動画撮るじゃないですか、そっちの方が随分撮影技術は上だったと思います。だからこそ当時の役者さんっていうのは演技が全てだったと思うんですよね。演出でごまかしたり BGM やストーリーや演出でごまかせるところがほとんどなかったんで、本当に役者の根性だけで、まあ、作品っていうのは維持できたんではないかなと思うんですよね。本当にねセットもねそのまま普通の街並みを使ったりとかして作り込むセットってのはほとんど不可能で、あのボクシングの映画ですからボクシング会場の撮影とかあるんですけども、本当に手書きのですねマジックで書いたような垂れ幕とか、それからエキストラさんもね最小限で入れたんでしょうね、本当リングの周りは真っ暗にして少人数でも雰囲気が出るようにしていたとかね、あと小道具も本当になんかうまく作ったなみたいな、本当ね手作りのものばっかりだったです。今でいうとコスプレイヤーさんが作ったようなものばっかりだったんじゃないかなと思います。エキストラさんとかね、それから視聴者さんの感情をものすごく動かすようなものはほとんどなくて難しかったんじゃないかな。本当にね役者さんの演技だけが命だったような、そんな時代だったんじゃないかなと思います。今はねどっちかっていうと役者さんの演技が下手でもそれなりに作品作れるんですけども、ただ逆にですねいろんな作品を見た人が今役者になってます。当時はいろんな作品を見れずに役者になるしかなかった人ばっかりだったと思うんで、まさに学徒動員だったかなと。例えば映画に出演されてた方もちょっと前はね戦場に行っていたとかね、そんな方だったんで、とてもじゃないけど演技に打ち込めるような青春の時間はなかったところで、これから日本をね盛り立てていくぞと、戦後復興から高度経済成長、それをぐっと持ち上げていくぞ、負けるな負けるなっていう、そういう風な気持ちが込められた映画になっていたんじゃないかなと思います。おそらくね明日のジョー以外の映画も全体的にそうだったんじゃないかなと思うんですよ。その中でこの明日のジョーを見て、あこれは気づいたなっていうのがあの名台詞、立つんだジョーってやつなんですよ。映画の中に立つんだジョーっていうのは本当に目立たないところに一瞬出てきただけだったんですけども、なんであの言葉がね未だにジョーといえば立つんだジョー、立つんだジョーになってるのかといえば、それはですね当時戦後復興をなんとか成し遂げて、これからもっと豊かに世界に追いつき追い越せ、そんな這いつくばった状況、そうですね当時で言えば今の言葉を借りれば発展途上国日本だったんじゃないかなと思うんですよ。その中で一気にその20年30年で発展をのし上げて、1970年から1980年の黄金期を築いた、そんな曲がり幅にあった作品が明日のジョーであり、多くの日本人の心を立つんだジョーと、立つんだ日本、立つんだ俺、立つんだ俺たちみたいな感じで盛り上げる、そんな言葉の一つだったんじゃないかなと思います。確かにこの言葉一つで映画は伝説になって、
当時企業戦士として働いた多くの日本中の労働者の方はこの日本をね形作ってくれたんじゃないかなと思います。そして今そういう方もね団塊の世代70代とか80代になって今日本を振り返った時に俺たちの頃は本当によくやったよなっていうふうに感じたのと同時に最近の若いもんはっていうふうに思わなくてはならないようなねそんな現状も共感するなってことですよね。まさに今70代80代の人は最近の若いやつらは本当に頼れなくなったよねって言ってもいいんではないかなと思わせるようなそんな映画に私には見えましたけど皆さんいかがお感じだったでしょうか。 Amazon プライムビデオでまだ見れますんで明日のジョー1970年バージョンよろしかったらご覧いただければと思います。それでは作品のお届けいただきましてありがとうございました。このフィルムが残ってるのが本当奇跡ですよ。素晴らしい。はい、失礼します。